ツッコミニュースランキング。時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない。注目ニュースを独自ランキングでご紹介。はい、まずは芸能スポーツです。うん 浜口隆介監督の映画ドライブマイカーがイギリスアカデミー賞の非英語映画賞を受賞しました、はい、ドライブマイカー去年のカンヌ国際映画祭で脚本賞などを受賞したほか、はい、世界最高峰の映画賞アメリカのアカデミー賞でも作品賞や監督賞など4部門でノミネートされています <laughs> アメリカのアカデミー賞の発表は日本時間の今月28日に行われます本当にあの明るいニュースをね はい。こうみんなが日々待っている中ですからす、ね、これは本当そういう意味では楽しいニュースの一つですよねはい楽しみです、はい、え続いてアメリカのメジャーリーグエンゼルスで5年目を迎える大谷翔平選手27歳が日本時間今日未明、うん、キャンプ地入りしました、はい、労使協定の交渉が難航し1ヶ月遅れた春季キャンプは今日からスタートします、はい、今季は日本選手初となる2年連続 MVP と本塁打王獲得に大きな獲得が、うん、期待がかかります まあ本当今年はメジャーどうなるのかと思ってたら、162試合、本当日程詰め詰めの中でもやるということですし、今朝日刊スポーツ見てみたら速報で、鈴木誠也選手、なんとパドレスと、年80億円あの野手としてみれば、日本人野手1年目としては最高の契約だということ。 どうする急にご主人が5年で80億持ってきたらいやもうどうするってそんなのめちゃめちゃ嬉しいよ会社めるよねいや当たり前やん <laughs> そんな絶対来ませんよしかも5時に5時に言うな <laughs> 5時に言うなごめんなさいごめんなさい。まあ、どんはう。はい、それではニュースランキング、はい、まずは第5位です、はい 世界最高齢でのヨットによる単独無寄港太平洋横断に挑む海洋冒険家の堀江健一さん83歳がスタート予定地のサンフランシスコに空路で向かうため今日大阪の伊丹空港を出発します堀江さんは26日にサンフランシスコを出発しおよそ2ヶ月半をかけて西宮港を目指します堀江さんは1962年小型ヨットマーメイド号に乗り西宮港からアメリカサンフランシスコまで太平洋 西洋の単独無寄港横断に世界で初めて成功しています。まあ、僕はさんと私の地元西宮にこう二か月半後帰ってこられるんですが。八十三歳ですよ。八十三歳でもすごいし。<ー>やっぱり一度やると、また、はい。たもう一度。か<の>いや 絶対できないでしょう馬場さん。単独そそ。そんなももうもう三十分で無理です。どうぞ。無結構。<laughs> どこまでわかんねえんで、もうこう全然怖い馬場さんな。<laughs> 本当ただただすごいとしか言いようがないね。発信よんさんすで,す、ね、驚きです。はい、はい。続いて第四位。うん 国税庁は昨日インターネットを使った電子申告納税システム e-TAX で接続障害が発生していると発表しました原因は調査中ですが外部による不正アクセスは確認されていないとしています国税庁によりますと昨日午前11時半頃から申告書の提出に時間がかかったりエラーが表示されたりする障害が発生しました、はい、2021年分の所得税の確定申告の申告期限 今日までで、はい、国税庁は24時間利用可能なので時間を空けて手続きを行ってほしいとしていますまあもちろんこれすべてがね、はい、あのロシアからのイの<ー>、ね、こ行為というわけではないとは思うんですが。 かかんなないいここともあるじゃないですかいそどこまでがどうななのかななで、ねはい、でまたタイミング的にもしかしてみたいに思われるようなタイミングですもんねまた僕らも素人やからもしこれ自分たちが確定申告するときに、ねはい、これなんか間違った数字がいってたらどうしようとか変なことまで考えちゃいますけどね。はい、はい続いて第3位、うん 2019年の参議院選広島選挙区をめぐる買収事件で広島地検などは昨日河井克行元法務大臣らから現金を受領した広島県議ら9人を公職選挙法違反の罪で在宅起訴し25人を略式起訴しましたいずれも東京地検特捜部が一旦は不起訴とし検察審議会が起訴相当と議決していました受領側ののの全員を不起訴とした検察の異例の判断が覆 たっえた形で特捜、うん、部の当初の対応の妥当性も問う声がありますこれはもちろん今、コメントあった通り、その通りですよね、はい、最初はもう不起訴相当という,う、ね、不起訴ということだったんですけれども、やっぱりもう一回やってくれとなったときに、うん、やっぱり起訴しないといけないという人間でできたとなると、当初の判断どうだったのかの、はい、本当にここれを考えるところですよね続いて第2位です。 政府は21日を記念に18都道府県に適用している新型コロナウイルスまん延防止等重点措置について大阪府を除く17都道府県で解除する方針を固めました。うん 一方大阪府は明日対策本部会議を開き解除か延長どちらを要請するか判断するとということです、まあ、あの来週の週明け一つ、ね、大きな、まあ、転換期になりそうなんですけれども、ねはい、あのこのオミクロン株が蔓延してから特にまあ1月ぐらいから、はい、比較的早くピーカウントするんじゃないかって話があったんですが、はい、意外とというか当初の予想とは違って高どまりしてるところがあってで、ねまあ、大阪はその病床の使用率含めてなんです。はい けどただデータを見るとこれ以上は悪くならないだろうというところがあってねであの吉村さん京都そして神戸斉藤さんもおっしゃってましたが、はい、大阪京都こう兵庫っていうのはこう3つの都市で1つ大きな動きをしていかないとっていう中でもで、ね、京都とそれから兵庫の辺りがもうこのまま解除の方向に向かってるとろると、はいうん、大阪だけがポツンと残っててもっていうところもあると思いますのでその辺りの判断難しいかなと思いますが、うん、一方でもこれどれぐらい意味が あるんだと思ってる方もね。もうマンボウに関してはね。ねそれは思いますね。ねまあ、この後、吉村さん、どんな判断されるかでしょうね。はい。はい、では、続いて第1位です。 ウクライナ国営電力会社は昨日ロシア軍に制圧された北部のチェルノブイリ原発への電力供給を復旧するために修理した送電線がロシア軍によって再び破壊されたと発表しました、うん、また同じくウクライナ国内にありロシア軍が制圧したヨーロッパ最大級のザポロジエ原子力発電所の敷地内でロシア軍が弾薬を爆発させたことも明らかになっています はい、この後常念さんにこのあたりの話も伺ってまいりますが、はい、一つやっぱりこの原子力発電所。というところを狙うというところに関してですよね。うんねうん、いろんな考え方あると思いますけれども、はい、このあたりも含めて常念さんに聞いてまいりたいと思います。六時二十四分です。時刻六時二十五分三十秒もありました。ここからは常念司さんでございます。常念さん、おはようございます。おはようございます。おは,いますはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはこちらからです。<noise> ウクライナとロシアの停戦交渉、一時中断。 さあ、ウクライナとロシアによる当選交渉ですが、一時中断いたしまして、15日に再開することになりました。えー、ウクライナのポドリャク大統領府長官顧問ながらが明らかにしたもので、日本時間の14日夜、オンラインで行われていたロシア側との停戦交渉について、まあ、一時中断をして、15日に再開する、こういうことになったと発表しました、はいえー。交渉の内容について整理するためということなんですが、うんうん、さあ、常年さん。 はい、停戦交渉これの落としどころ今やってる話し合いのことをね、うん、あんまりちょっと細かくフォーカスするよりもなぜ今回少しロシアがあの、まあ、停戦にね、うんそう 真面目に取り組むようになったなという背景を考えた方がいいと思うんですけど、これはですね細谷雄一先生が、のみじくも橋本徹さんに対するあの回答として、ノートというねまああのブログに上げているまああのちょっと短いエッセーがあるんですけれども、そこに書いてあることは非常に参考になると思うんですね。それはね、のこの手の和平交渉というのは、お互いにですね戦力が均衡したときに初めて成り立つらしいんですよ。 どちらかが一方的に勝てると思ってる時はですね真面目に交渉しないんですそうでしょうねでロシアが最初勝てると思ってたんですね2日で勝てると思ってたんですけど勝てなかったんででもだからって2日で3日目にやめらんないじゃないですかそうですよねなんで補給が続く限り頑張ってみたんですよロシアはところがあまりにも損害が大きくてで現時点でですねどうも補給が切れてるのではないかという話も出ておりましてなるほど はい、で昨日あのイミジクもロシアは中国に対してね、あの軍需物資をあの援助してくれとい、ね、うふ、ん、うに、ね、言いましたよね、うん、ドローンを送ってくれとか言いましたよね、はい、え、もう切れちゃったのみたいなまあ話なんですよ。うんうん、そうすると、ちょっと戦争を続けるのが厳しいと。うんうん いうことで、えー、ウクライナとちょっと真面目に交渉してみようかなということで、今回、テーブルについたと<ー>でそのあたりは逆にウクライナ側も分かってますよね、はい、分かってますで、分かっていて、うん、でなおかつ、ですね、まあ、今あの、まあ、その証拠といったらなんですけど、うん、あの今、地上軍の戦闘って完全に膠着してるんですね、うんで。むしろちょっとウクライナが押してんじゃねえかみたいな感じも見えるんですけど、<ー>でその地上軍、この後です、ね、あと暖かくなって、今日もキーウは暖かいんですけど、かなり。うんはい あの氷が溶けてドロドロになるとも動けなくなってですねいでですね。うんうん、えさ、ー、らになんかロシア軍はあのまあウクライナ軍のこのドローン攻撃にかなり苦しんでるみたいで、うん、あのドローンからねあのこうドーンってやられないように、ね、上からやられないように散開してるんですよ今うん、うん、特にあのキーウの北西部ではですねこうあのバラバラに散開してですね、うん、木の下に隠れるとかしてやってるんですけど、えー、でもこれもですねバラバラになってこう泥はまっちゃうともう逃げられないじゃないですか なので地上ではますます不利になりそうで、だから今、なんていうんですか、スタンドオフ攻撃といって、ですね爆撃機にミサイルを積んで遠くから撃つみたいなねそういう姑息な手に、今、ロシアはどん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 思った以上にという言い方はなんですけれども、ロシア軍の使ってる兵器自体も、そんなに新しいものでもなかったりとか、なんなら補給されている、携行されている物資も、なんかもう何十年前かの補足。 食非常食を食べてるみたいな話だったり、あの士気が、いわゆるこの兵士の士気が、こういう戦の場合っていうのはね、対応するそうなんですが、もう、大義なき戦いだったりしますもんね、ロシア軍から見てもねそうですね、この作戦は秘密作戦だったわけで、ロシアにとってはね。なので、実際にこの作戦に投入される兵士も、ですね直前までというか、連れていかれるまでどこ行くか分からなかったみたいな感じですね。 ね演習があると思って連れてこられたらいきなり国境を越えていたみたいなね、うん、捕虜の証言もありますから、うん、そうするとなんでこんなきついことしなきゃいけないんだとなりますよね、まあ、末はとは,とはいえね停戦協定とは言ってもお互いに、はい、まあ有利な形で、はい、えあのー、決着をつけたいわけじゃないですか、うん、どういう形で,、えー、でロシアとして見ると、はい、ウクライナの非武装中立というのはこうどうしても下ろせない旗ですよね。 そうですね<ー>まさにそこがポイントで、はい、あの現状ですね、この停、まあ、戦交渉でね、ロシアが言ってることは、それこそ3回目までと同じことをやっぱり言ってるんですよ。 まあただ、ロシアとししてはそれ言うしかないんですよね、うん、あの現場の担当者もいきなりそれ取り下げたら、多分プーチンから粛清されちゃうと思うんで、うん、そううでしょうねこれで交渉してる間にだんだんロシア軍のまあ地上軍の被害とかが増えてきて、うん、プーチンがもうちょっと国内的にやべえんじゃないかみたいになったときに、うん、もうとにかくもうメンツだけ保ってくれたらもう撤退するからみたいなモードになれば、初めて平和が実現するかなと僕は見てますけど、ねうん。だからその意味では一旦持ち帰って でもう一度15日に再開する、ええということなんですけど、うんはい、どうなんですか今回でなんか一つ方向性見えてくるとあるんですかね。まああるとしたらウクライナは NATO には加盟しないと、うん、コミットしてやるからその代わり全部出てけと、うんうん、いうのがまあなんかあの落としどころかなというような気はするんですけどただプーチンはね、うん、これだけのことをやらかしといて。うん ネオナチは全滅しましたとか言って、国内で言うんですかね。そうですよね。<laughs> 確かに国内的には。そうですよね。でよね。でね一方で,で。昨日もね、あのチャンネルワンという、あのロシアのテレビ局のニュース番組やってる最中に。うんうん スタッフがですね、ノーウォーっていうねサインを持って、サインボードを持って、ららら後ろに乱入したんですよ。で、十数秒、10秒以上かな、そこにことどまって、ですねロシア語のその下にこうなんかスロ,ーガンスローガンというか、説明が書いてあって、うん、まあこ,のあのこれ、今、戦争なんだと、プーチン騙されるなみたいなこと書いて、うん、あったんだと思うんですけど、うんうん、ノーウォーっていうその、まあえー、プラカードを持って、ですね乱入して、ですぐまあ放送切り替わっちゃったんですけど、うん、でも、あのテレビばっかり人から見てる人から見てもね、これ、すごい放送事故ですよね。うん、なんかか起きてんじゃないかって ですけども一方でね例えばほらウクライナの中でも南部の市長がどうやら拉致をされてしまって新しい新ロシア派と言われる市長がついて伊勢市長ですよねだって選挙で選ばれてないですからねなんならみんなに真実を知ってもらうためにロシアの国営放送を今日から流しますみたいなことになってて周りではデモも起きてるようなんですけれどもなんかじわりじわりとね はい、なんかそういうのも進んできてる感じもあるんですよね。そうですね。うん、あの完全に停戦交渉が成立するまで、はロシアの攻撃が続きますので。えー、そのまあ、ロシアの国営放送を見ろというのはですね。まあ、別のドメインの攻撃ですね。でも、うん、ウクライナの戦力というのは、うん、当初のまあ、ロシアの想定以上のものだったという。考え方でいいわけですか。はい、そうですね。あの、ウクライナはですね。うんはい、実はあのクリミア侵攻があった八年前からですね。はい、あの東部のね、ドンバス地方で。 まあ、いわゆるそのロシアの,です、ね、あの分離独立だとはあえて言いません、彼らはあのロシアの傭兵みたいな連中なので、うん、でそういうです、ねまあ、ロシアから金もらってです、ね、まあ、あの戦争ごっこしている連中とです、ね、まあ、ある意味こう、対外、えーそのまあ、紛争ですよね、うん、国際紛争を戦ってきたわけですよ、8年間。で、いろんな人がまあその従軍してです、ね、現地で本当にそのまあ歩兵として、ね、戦って、戦闘経験も豊富なんですよね。うんうん であのこの8年間で国防を立て直してです、ねまあ、クリミアの時は本当にもう半日でやられちゃったんで、はい、これじゃいかんということで頑張って国防を立て直してそこにまああの西側からの援助が届いてね、はい、でさらに西側からのサポートもかなりあるんですよ、はい、あのレーダーをあのすごく今、西側は提供してますよね。うーん 目を貸してるんですよ実は西側諸国だからロシアの飛行機はウクライナの上をね簡単には飛べないんですなるほど、ね、あの飛行機の貸し借りみたいなところに関して言うとどのルートで送るんだみたいなので揉めますけれども、うんうん、そういった形のサポートをなんとか西側はしていくと、はい、そうですね、うんうん、むしろ今ね飛行機を渡すよりもね、うん、トルコが持っているロシア製のですね、うん、最新型の防空システム S400 っていうのがあるんですよ。うん これをねウクライナに持ってくる方が非常に効果高いと思いますね。うん、えこれをやるとウクライナの上空を飛行機はほぼ飛べないですし<ー>飛べないですし、あと弾道ミサイルもこれ撃ち落とせます。うん それでうと、常連さんね、特にこの週末ぐらいに、今日のニュースでもありましたけれども、例えば原発施設を制圧していって、なんならそこで事故まで起こして、ですよそのあたりを無力化する、使えなくするような、事実上の、昨日高橋先生いわく、事実上の核攻撃に近いような形みたいなものだったりという、もっと言うと、実際に戦術核みたいなものは使われるか。 危険性みたいな可能性まだ。 ああるるっちゃわけで、すすすよよねねまああそうでででゼロじゃないさっきすみません、あの S400 で弾道ミサイルを落とせるって言ったんですけど、S300 ね、今使ってるやつでも一応落とせますからね、これちょっと誤解ないように言っておきますけど、S400 だともっと落とせるってまあだけなんですけど、さらに性能的によりいいものなんですけど、であの核攻撃についてはですね、絶対あるとも言えないし、ないとも言えないというところで、まあただ今、和平交渉やってて、ロシアもちょっと引きどころどうしようかなと思ってるので、普通に考えたら、ここで使うのはあんまりメリットないかなとは思いますが、ただ、あの、 使う能力はありますから。 あの、絶対使われないとは断言できないですよね。なんかもう、僕らも悪い方に考えるとということなんですけれども。今度はもう、本当にこう、逆に追い込まれて、追い込まれてなってくる時に。核を持っている大きな国が今回、ね、進行しているわけですから。その危険性って、なんか、常にあるのかなと、今までだったら、そんなことあるかいなって。思ってましたけど。思ってましたけど。二枠は現実になってますもんね。そうですね。まあ、そういうふうに思わせるのはプーチンの手ですけど。なるほどね。ああ、そうか。 そそそうそうそれが手なんですよあ,あ,<ー>あいつはちょっと頭おかしいから核戦争も辞さないかもしれないと、はい、下手なことすると本当に打ってくるかもなと思わせて、はい、で相手から情報を引き出すっていうのはプーチンのやり方、これ、実は北朝鮮が得意にしてるセトリア外交ですよあのいろんな評価があるみたいですけれども、実はその狂気を演じているんじゃないか、はい、今、常連さんおっしゃってうる、はいはい、本当にでも、どこかでも精神的に厳しい状況になってるんじゃないか、はい、いろんな説がありますからね。 まあ簡単に言うと、バイデンがですね今ね2、あの2匹のウサギを追っちゃってるんですよ、2頭追っっちゃってるんですよバイデン大統領アメリカのバイデン大統領が。で、1匹目のウサギはね、あの第3次世界大戦を回避するっていうウサギなんですね。で、それを今、追って、ね、あの今までずっとこっちをメインに追いかけてきちゃったんで、うんうん、プーチンに差し込まれちゃってるわけですよ。うんうんうん 今言ったようにその核使うんじゃないかってビビって、うん、じゃあ,あの軍事介入はしないって言っちゃったりとかちょっと弱腰な対応ねもう一個のウサギというのは、うん、国際秩序を守るっていうウサギですよね力による国境変更は認めないというのがもう一匹のウサギなんですけど、うん、今,今までどっちかっていうと一匹目のウサギばっか追ってたんですけど、うん、ここへ来てアメリカの世論がだいぶ風向き変わってきたんで二、うんえー、匹目のウサギにシフトしつつあると。 むしろその国境を無理やり力で変えることに対してどう抑え込んでいくかの方にそうです、ねうんはい。だからあの、まああの、ウクライナ西部の、ね、リビウがあのスタンドオフ攻撃で爆撃されましたけど、うん、アメリカの援助は変わらないということをすぐにアメリカは国防総省から発表ありましたよね。ハンドランチャーも含めてでさまざまな装備はもうガンガンウクライナに入れていきますと言っておりますので、うんまあ、本当はねあの、パトリオットとかね、対空ミサイル入れるのが一番いいんですけど、うん まあ、ウクライナ、今ね、ソ連製の S300 でやってますから、S400、うん、入れるのが一番親和性高いんで、うん、ギリシャから S400 持ってきて、トルコにあとあ、ごめんなさい、トルコじゃなくて、ウクライナに入れるのが。 あのの多分一番いいのかな現実的にはこうなんて言うんでしょうかその支援の部分でロシアを刺激するあるいはそのなんかいろんなところに対して気を使わなきゃいけないみたいなとか大丈夫なんですかそれはそうですね間違いましたあのギリシャにあるのは S300 かトルコの S400 あるトルコの S400 をああのまあ、持ってくるとまあトルコもロシアをすごい刺激することになりますよねそうですよね、うんうん、だからまあそのあれですよポーランドがミグ29をあのウクライナに渡すっていうのと同じぐらいやっぱ慎重な判断が必要なんですけどただ トルコは S400 持ってるメリットもうないんですよ。<ー>だってロシアからもうこれ以上武器買えないでしょ。うなるほど。うとなってくるともうんそうそう。 でトルコって、その S400 を入れるために、アメリカから F35 っていう最新鋭の戦闘機を買うのを諦めたんですよそんなにじゃあ、すごい仕組みなんですね、うん。すごい仕組みなんですよ。S400 <ー>に F35 の,そのまあステルス性能のね、こういろんなこう癖をこう読み解かれたらやばいということで、うん、アメリカ、S400 買うんだったら、お前のところにはもう最新鋭戦闘機は売らないって、f 3 5が売らねえっつって、売ってないんですけど。 S400 もう諦めますから F35 売ってくださいって言った方がトルコには多分メリットあると思うんですよね。そうだってもうこれ以上ロシアから武器の供給とか受けられないしロシアと仲良くするメリットもないですよねもう現時点ででも常年さんまあそのね300だか30だか400とかいっぱい出てきますけど戦争って結局そのものすごい額が多分一日のうちに消えていってますよね。れらい いろんな資産があるんですけど、はい、あのー、純粋に軍事費だけだと、はい、えっとだいたいね2000億円ぐらいかな。一日に一、はい、日2000億円ぐらいかな。これ、うん、それで言うとね、あのー。はい このコーナー最後にお聞きしたいのは本当、はい、どれぐらいまで今度ねうん、うん、ロシアの経済が最終的にこう持つかですよね,、はい、よねこれが例えばまだ、まあ、リアルな話まだ1ヶ月2ヶ月余裕ですよっていう状況なのか、うんはい、いやいやもうそんなもう下手する今日、うん、明日ですよぐらいの気持ち これはねなんかね産経新聞にね元あのなんかあのロシアの外務次官のインタビューが出てたんですけどあの現時点ではねなんかそのこう物資の不足とかそういうのはまだないらしいんですねまだないんですがこれ長年やってると多分聞いてくるだろうというのがまあ一つとあとはその若い人は割とですねまあその西洋化した生活に慣れておりまして SNS とかもすごいやってますしでこういう人たちがやっぱり耐えられなくなるだろうと。 まあ北朝鮮と違って、生まれたときからずっとね、あの飢餓状態みたいなのではないですから、ロシアはさ、まあ、すが、ね、にそうですね、でも実際、街中の映像とか見てると、うん、その例えば SNS 禁止されてるとは言っても、比較的そのセキュリティの高いものに関しては、はい、警察が、はい、あのお前ら、ちょっとスマホを見せろって言って、考えたら、とんでもない事態じゃないですか。見えないですよね,ね、うんあの、テレグラムですよね、うん、テレグラムはあの今でも使えちゃうみたいですから、うんうんで、それだったらお前ら変なことをやり取りしてないかって見せられるって、普通に 考えたらとんでもない人権侵害というか、とで本当はロシアの国内どれぐらい持つかという話なんですけれども、うん、はい、はい、分かりましたではあ、時刻6時、まもなく41分になります、こちらでございます、さあ、そんな中で、岸田ショックという言葉がツイッターのトレンドに入っています。岸田政権の下で株価下落が、まあ、じわりと進んでいまして、岸田総理が対応に苦慮しているという話ですよね。 分配というものを重視する新しい資本主義に対する市場関係者の評価は依然、ばしくないようでして、まあ、新型コロナウイルスの感染拡大から始まりましてロシアのウクライナ侵攻による原油高なども重くのちかかりましてさあ国会審議での野党の追及に、まあ、守備側に回る場面が目立ってきているということなんですがさあ、えー、常年さん、まあ この状況ですから、当然、経済状況株価というのは安定しないのはしないんですけれども、それでも今、2万5000円前後ですか、これね、うんあのー、はっきり言うと、うん、岸田さんがですねこの未曾有の経済危機に対して、真面目に対処する気があるのかどうかということを市場が疑ってるわけですよ。うん、こいつ真面目にやる気だろうと 真面目にやる,やる気ないのも困るんですけど。<laughs> だってもしやる気あったら、はい、多分あのトリガー条項とかとっくに発動してんじゃないですか。うん、うんなるほど。そうですね。はい、で,岸,で岸田さんがやりたいことは豪族に金は配りたいんですけど、日本経済は別にどうでもいいと思ってんじゃないですかね。でもそんな <laughs>、えー。 あとはもう一個あるとしたら豪族を助けることが日本経済を助けることになるって思い込んでるかもしれません。そっちはななんかかあるもしれい特にねもちろんこういう状況なんで仕方がないとはいえですよ打てる手ってのはいくつかあるとは思うんですよねどういうふうな政策をしていくかそれでいうと城根さん今おっしゃった例えばトリガー条項みたいなとこもあると思いますしあとどういったこと考えられます本当はねね日銀審議員の人事で まああの高田さんのこととか悪く言いたくないですけど、うん、まあ高田さん、もう一人ね、財務省のもう押してくるリストをそのまま OK するんじゃなくて、安倍・菅路線の継承でリフレ派の人が多分入るべきだったと思うんですよ。うん、だけど、もう財務省のリストの中で最も財務省の価カンの強いお二人をですね岸氏 <laughs>、うん、<laughs> は選んじゃうわけですよ、本当、センスねえなと思うんですけど。うん、となると、ますますもっと世の中こう、あの厳しい財政になってくるということですよね。そうですね まだ厳しい財政ということをその口実にですね不強化でも増税する気満々なんじゃねえのこいつって思われてるわけです簡単に言うとうんで景気が悪いのに増税するってはっきり言ってアホでしょでもそういうアホなことを平気でやるとでも当然ねどうでしょう7月の参議院選挙ぐらいまではその議論というのはおそらく封印されますよね うん、でもまあその後参院選で嘘ついて、うん、で議席取ったら、多分すぐ手のひら返して増税するんだろう、こいつって足元見てるわけですよ、<ー>市場はね。だからそのあたりに対するまあ信頼感みたいなのが今、株価にも反映されてるんじゃないかということなんです岸田さんの信頼感のなさというのは、一番の原因はですね、うんうん、あの自民党総裁選で言っていた公約。うん 現時点でで一つもやってないんですよねあ,<ー> <laughs> あえて言うと消費税は触らないって言ったのは確かに触ってないんでそれだけで、はいうん、それ以外は全部ひっくり返しましたね、まあ、あのいわゆるこの、まあね、常連さんとも喋ってましたけど新しい資本主義っていうのが、うん、今一つこのピンとこない多くの人に来てないっていうところはありますよね。 まあ一応そのヒントになるのは、彼が参照しているらしいその新しい資本主義について書いた本で、原譲司さんという方が書いた本かな、あれがまあ参考になるんですけど、はっきり言っても、デタラめのことを書いたら本ですよ、四半期開示はやめろとか、それから配当金なんかない方がいいみたいな話とかね。 だって配当金とかキャピタルゲインなかったら、リスク取って株に投資する人なんかいないじゃないですか。うんまあ、すね、ねねゼロになるかもしれない、リスクを抱えて、みんなその大事なお金を投資してくれてるのに。それで金をもらうことは悪いことだみたいな発想なんですよ。うん、えそれは、ね、それ、えっと理屈としてみれば、それで金をもらうのは悪いことだっていうことだ。悪いことだっていう感じですよ。うん、何、ね、がちょっとあれですね。いや、でも、そうやってね、株の資本主義でやってきた結果ね、格差が広がってね、ボ業ボ法になってね。<ー>悪いこと起こってますみたいな、こう左翼のロジックですよね。あの。 これどうですか例えば、あの近々、ね、こういう事態なんでやっぱりいろんなものがあの緊急事態かなという気がするんですよ、やっぱこの戦時下というところもあると思いますので打てる手みたいなところってどういうことがあるんでしょうね、現実問題とするとね。そうですねあの、うん、クルグマン というね、あの、まあ、あと、あの、ブランシャールとかいうね、あの、ブランシャール、あの、アイメのチーフエコノミストですけど。まあ、そういったですね、まあ、あの、はノーベル経済学賞を取ってますけど。まあ、そういったですね、まあ、国際的に、まあ、名の通った経済学者、エコノミストは。価格がね、変動する時にね、変な補助金をつけすぎて、価格を歪めない方がいいと言ってましたね。あ、そうなんですか。逆にね。あの、足らないもんは足らないので。やっぱ、値段は上がっていくんですよ。じゃ、ガソリンなんかはどうなんですか。 で値段が上がったら、ですね、うん、まあ上がったなりにです、ね、世の中調整していくので、<う>まあそっちに任せたほうがいいだろうというのは一つね<う>で、それとは別に、ですね<う>減税は、これはあの国民全員にとってプラスですよね、今、岸がやろうとしたのは、減税じゃなくて、うん、あの石油関係の豪族に金配って安くしてくださいって話じゃなんです。 でしょ石油豪族に金配るってことはこれは選挙対策ですよね自分なのでしょで国民減税しちゃうと国民全体に配っちゃうから必ずしも岸に票入るかどうか分かんないじゃないですかだからブランシャールなんか言ってるようにそできればまあ,あのそういう補助金なんかやらないで,、うんでまあ、減税やるならどうぞと。うん うん、それはまた別の文脈でっていう感じなんでだからなんかこうその業界に金渡してっていうのはもう明らかにこれなんかまた経済対策するとか言ってますけど、うん、豪族に配りたいいってだけじゃないですか、うん、まあ,であ<の>こういうのはね大体失敗するんですよね。あのそれこそ常連、うんね、さんが言う「豪族、うんまあ」いわゆる業界団体というところに配ってですよ、はい、それが回り回って、はい、我々の生活にプラスになる、はい、配り方だったらあるかなという気はするんですけれども。 <今>うん、でも今まで見てれば分かる通り大体その皇族がピンはねして残りがくるわけでしょなるほどだったらピンはねしないで国民に直接渡した方がいいじゃないですか、うん、でもそれやるとその国民に渡してもその場でありがとうっていうけど岸にまた入れてくれるかとか保証がないですよねまあねでも皇族は100万保証してくれますから何秒入りますっていうのまあ、ね、これどうですかやっぱり7月に選挙があるということが一つ大きいんですか まあだからキッシ氏はもともとそういう人だったということが一番大きくて <laughs>、うん、で選挙があるから、それがより助長されていると考えた方がいいいんじゃないですかあ,、まああの自民党大会がこの間あってね、ね、まあ、公明党と改めてしっかり手を結んでいこうみたいなところを含めてありましたけど、はいまあ、そのタイミングで、このウクライナの情勢がどうなってるのか分かりませんが、うんはい、今回、本当、毎週言ってますが、われわれはいろんなものをね突きつけられた、この数か月ですよね。 そね、コロナ対策含めその例えば、はい、国防のあり方世の中の政治の仕組みみたいなことも考えてあとはそのどの評論家がねロシアのエージェントでいまいち当てになんねえかってこともよく分かったと思いますね、<laughs> ってねこの数週間でね。うんはい、あとはまあああれですかね、うん、あえて言うとですね、えー、5月に発表される4月の消費者物価指数。うんうん これが結構ポイントになると思います。経済は。あのー、携帯電話の、あのー、値下げ要素がですね。ええー、四月で剥落するんですね。ほうん。 そうすると今まで下方向に1%ぐらい引っ張ってたその携帯電話の重しが外れるのでうん、うん、物価上昇率ががいきなり2近くのやつがドーンと出るんですよ<ー>でそこでね俺絶対これ上泉さんやめてほしいのが「うん、うわインフレだ大変だ!」ってマスコミが大騒ぎするのほんとやめてほしいんですよ。これやってしが「そらインフレだろ」うと「じゃあ金融引き締めをやって<ー>えなんで増税して」っつって口実を与えちゃうじゃないですか。そんなななぐららいいのインフレじゃ死なないですから、うん 昨日まあ高橋先生も言ってたんですけど、まあ、その要は本当に原材料費が上がってって、物が上がってるってことと、本当にこう純粋なあの価格の上昇というのは、また違うわけなんですよね。そうなんですよで、しかもね、僕ら小学生の時、うん、1970年代でしょ。うん ね平均のインフレ率って９％ですよいや。あの当時そんなに高かったんですね。そ,すねそうですよ。９％ですよ。<あ>７０年代。でも世の中その分全員のお給料も右肩に上がってたわけですよ、ね。<laughs> そうそう。だから今一番必要なのは増税じゃなくて価格転嫁なんですよ。すあの、うん、変な補助金出して価格歪めるんじゃなくて企業に価格転嫁をしてもらうと。うん、そうですよね。逆に言うとも増税もしないし引き締めもまあちょっとそのちゃんとね数字を見ながらやるからとデフレになるような無茶な引き締めしないから、はい、安心して値段上げてっていう風に給料も上げてっていう風にやるのが。 一番いいんですよ。実は。<laughs> はい、では、あのー、はい、お知らせの後、もう少しお話聞いてまいります。はい。はい上泉雄一の、えな、M. B. S. ラジオがお送りしています。<music> さあ、時刻、六時五十六分三十秒回りました。続きました。こちらの話題です。<music> さあ、新型コロナ進む規制緩和、日本は五類引き下げ踏み切れるんでしょうか。<music> さあ新型コロナウイルスの感染拡大がピークを超えたとして世界各国で水際対策や国内での行動を規制するなど行動規制など緩和する動きが出ています。 イギリスでは感染者に対する隔離義務を解除アメリカでも、えー、マスク義務がなくなりました日本ではまん延防止等重点措置21日に解除される見込みとなっていますさあ、えー、改めて政府が新型コロナのさらなる一層の、えー、規制緩和に踏み切るのかどうかというところでございますが常念さん、はい、さあまずは21日今大阪だけがもうちょっと検討させてくれということなんですけれども、はい、どうやら解除になりそうですよねねねですこれ、ね、端的に言うとね はい、あのキッシュはね特にね何もしないっす。はい、ええというと <laughs> あのみんなが騒ぐとなんかやるんですああ、ええ、で最近ね、うん、世論調査とかでマンボやりすすぎじゃなないいかかみたいな声多くないっすかああまあそうですよね、うん、6割ぐらいがねここまでやんなくてもいいんじゃないのみたいな感じになってますよね、うん、そうするとね重い腰がねほんの少しムービングなんですよ <laughs> どうですか、それ、世論を気にするということですか <laughs> いや、というかね、基本的に岸田さんって、あのー、あの全部官僚丸投げです、<ー>デフォルトは。うん、で、官僚に丸投げしといて、でそのえー、ふざけんなよみたいな声が上がりますよね、特にワイドショーとか、こういうラジオとかでね、そうすると、そこに聞く耳があの、いきなり聞く力が発動するんですよ。 でいきなり官僚をね首根っこ押さえたら「おい、世の中で反対を追うぞ」と「お前らなんとかしろ」っつって官僚に夢中です。でも、前に説明したやつですよ。<laughs> あの本当にこの二類というね、非常にまあ感染症のレベルではデリケートに扱わなきゃいけないものの中と言ってる割にはもう、はい、本当に今逆にそれが足かせになってることが多いですもんね、世の中でね。そうですね、もう保健所のコントロールなんて今、完全に外れてんじゃないですか、そういう意味でいうと。でも、うん、だって無症状の人も大量にいてね。うん 例えばなんかちょっとこう喉が痛いなとかいうのも、うん、花粉症なんだかコロナなんだか今、つかなないいみたいな感じですよね当然、人によってはすごく重くなっちゃう人もいるのでね、あまりこういうこと言い過ぎてもいけないんですけど、うん、でもそうじゃない人も実はすげえいっぱいいて、うん、そういう人たちがあんまり喋れてないですよね、現状として。うん、だからあの、いつも思うんですけど、そんなに難しいことなのかということなんですよ、その二類から五類に下げるっていうことが。 まだこれ下げてね、うん、下げたら下げたであのまた多分第7波来ますよ。うんうん 来た時になんで下げるんだってまた言うでしょ、うん、マスコミが手のひら返して。これ本当、僕いつもうんですけど、まだ誰が言うでんちゅ話になるんですけど、ね。いや、言うんですよ、それで、<laughs> そういう空気になると、言うんで、歴史を、その、<laughs> あの、手のひら返されるのを超恐れてるんですよ。まあ、でも、どうですかね、本当に今多くの人たちがど、ど、どれをぐらい思ってるかなというのは、現実とはあると思うんですけれどもね。ね、えー、まあ、仮に七波が来ても、うん、まあ、七波って言っても、亡くなる方も少ないし、仮に亡くなったとしても、もともと持病がある方で。でね、インフルエンザで。 亡くなってたかもしれない人たちですから一旦、うん、情報です、ね、ごめんなさい。はいま場、あ、内さんおっしゃっていただいたようにね、はい、今、例えば、そのまあ、もちろんアルファ派、ベータ派、一派、2派、はい、の頃っていうのは、もちろん、はい、あの亡くなる方もですね重篤化される方も多くてという中だったんですが、はい、今回、本当に1日も数万人単位でかかっていて、まあはい、ほぼ症状が軽い方っていうのも多いという中になってきたときにですよ、これ、はい、例えば、二類であり続けるメリット ととすると改めてですけど、はい、我々でいうと例えば、えー、ワクチンを無償で打てるとかそうですね検査がタダとかまあそういうことですよね。 ただ今え一応今そのオミクロンはまあインフルエンザよりは死亡率高いんじゃないかみたいなことは言われているんですが、まあとはいえですよ。まあとはいえあの99%の人は亡くなったりはしないわけですよね。だから本当そういどう考えるかですよね。うん。その1%以下のために99%止めといていいのかという話で、でなおかつその1%以下のねそのリスクの高い人って大体どういう人かって分かってるわけじゃないですか。まあ基礎疾患が悪いとか。そしっかり防御した上でで防御した。 でも、亡くなっちゃう方はこれはもうちょっとしょうがないって言ったら申し訳ないんですけど、まあだってこれ、インフルエンザだって亡くなる人いるわけですからね、まあと、そういうふうにあの防御をしっかりやった上えで、経済を回して第7波が来てもね、うんまあ、防御した上での7波ですから、みたいなふうな感じでマスコミを扱ってくれるんだったら、キッシーはやるんですけど、うんなんか支持率下がりそうな、また手のひら返しがあるなとか思うと、キッシーは多分厳しくいくんじゃないかなと僕は思います実際、例えば今回、まん延防止等が出る前でもね、どれぐらい意味が、はい あるんだっていう議論、実はあったじゃないですかありましたねけども、うん、まあ今できることってもうそれぐらいしか逆にないというか何もしないわけにいかないしみたいなところから踏み切ったところも多かったかなと思うんですよね。 海戦末期、もうほとんどね、うんまあ、さっきの戦争ですよ、大、うん、戦末期、ほとんど日本は兵隊を南方に運ぶだけの船がなかったわけですよね、うん、護衛もろくにつけずに、まあ、船乗せて、まあ、フィリピンに送ったわけですよ、人、うんうん、で結果ね、山本志平先生なんか本で書いてますけど、敗、うん、戦21箇条っていう本で、うん、これがもう大量敵死装置になってね、もう全部アメリカ軍の船に沈められて、うん、あの戦争で死ぬ人よりもその、海で溺れて死ぬ人が多かったと思う、るね、やることないから、今これぐらいしかできないんですよねっていうのは、それと同じことなんで、僕はあんまよくないと思うんですよ。 そういう考え方ね。あの実際にこうなかなか検証が難しいって言いますよね。蔓、うん、延防止とね。緊急事態で、はい、あの患者さん、あの感染者が減ったのか、はい、それとも自然減なのかっていうのが、うん、明確な,、ね、そうなんですよ。うんえー、だから、そのまあ1番文句言ってこない。飲食店に負担をかけるね。もしくはその旅行業とかに負担をかける。このマンボウっていうのを。 まあ、あの何度も打ってるわけですけど、効果が怪しいものをね。まあ、その国民に負担をかけてやり続けるっていかがなものかと。で、まあ、多くの国民の人も、どっかで分かってるながらも。まあ、まあ、まあ、せやわな。だからね、やっぱり気持ち的にしんどくなりますよね。そうですね。あとはね、みんな守らなくなるんですよね。大阪なんかもそうかもしれないですけど、もう、まんぼう守らない飲食店増えてないですか。で、現実としても、やっていかなきゃしょうがないしっていう人たちも。 いい話もありますけどいらっしゃいますすねはいこの間ちょっと僕ね地方ある地方に行って驚いたんですけどやっぱり地方は周りの目が厳しいんでしょうねマンボウちゃんと守って時に閉店とかしてるんであそうかマンボウなんだって改めて気づきましたもんでも東京もそうだけどみんな空いてるよな東京の店とか思ってうん もう意外とみんな守らなくなってきてるのでもこれ意味あんのかみたいなあのやっぱりこう日本も広いですから地域差とかそれぞれの県民性みたいなものっていうのもあるでしょうし経済状況も違いますすからねねそうで周りの目が厳しい地方ではですね真面目に守ってないといろいろ大変なこともあるかもしれないですけどもう東京や大阪あたりだとこんなもんやってられるかって守ってないし客ももうそんなこと意識してないし取締まる側もほとんど何もやってないですよね。 なんか一方で大阪なんかでもね、北新地のほとか聞くと、はいうん、なんか見回りが多くて、やっぱり怖いから、開けられないっていう声も聞いたりもします。ああ、なるほどね。あおそらく新橋あたりは結構空いてますよ、東京からあ。あ、そうなんですね。ええ。あの 来週、おそらくお話をお伺いする頃には、一つ、状況変わってるかなという、はい、もしかしたらもう全面解除になってる可能性もあるかもしれませんので、そのあたりまた含めて、お話を伺えればと思っております。すねはい、ジョさん、はい、今週もあありりががととううごござざいいままししたた